ベンザ・イングリッシュは日本で制作されたインディペンデントテレビドラマ作品。2020年4月からアマゾンプライムビデオにて世界70カ国で配信中。東中野にある芸能事務所に所属している香織にベンザ・イングリッシュの主演のオファーが来ることから始まる。英会話教育番組形式で友人とのコミュニケーションや好きな人を口説く英語など、 大変実用的な英会話を笑って覚えられるコンテンツになっている。ベンザ・イングリッシュはもともと2019年にウェブドラマとして公開されたザ・ベンザシリーズ第4話の NHK 英語番組のパロディシーンが元になっている。脚本家のクリス・マッコームスがザ・ベンザシリーズ1を撮影中に真面目ではない英語を教えるコーナーがあるのは面白いのではないかと思い取り入れたシーンが 各国のドラマ賞で話題となり、MC 役の池田香里がスペシャルゲスト賞にノミネートされると、様々なシーンで注目された。多方面からの絶賛の声もあり独立した作品として書き下ろし、2019年秋から制作がスタート。撮影期間は2019年11月7日から2020年2月24日。ザ・ベンザシリーズ1のサブキャストが メインになって繰り広げられるところもスピンオフ作品。メインのロケ地は東京カウボーイズでおなじみのバー、エビスホワットザ、ディッケンズや新宿、中野を中心に行われている。1話、20分程度のストーリーになっている。1話、約25分程度。番組の内容は、英会話番組やレッスンでは教えてくれないような役に、立たない英語や韓国語を、 各国のキャストたちが教えてくれる。本作は、ダブル監督の作品となっており、日本人の西坂北ル人がメインである、バーシーンやインコ先生のコーナーを担当し、イギリス人のマイケル・ウィリアムズが、英語の多い番組 VTR シーンやディビットのシーンを担当している。脚本は、ザ・ベンザシリーズ1に引き続き、アメリカ人のクリス・マッコームス、翻訳は、川畑サネヒト。 東中野にある芸能事務所に所属している香織にベンザ・イングリッシュの主演のオファーが来ることから始まる。日本初のオリジナル大ヒットコメディドラマ、ザ・ベンザのキャストが送る、風変わりで起き手破りなスピンオフシリーズで今までに習わなかった、もしくは習えなかった、英会話表現を一緒に学ぼう。メインキャストサブメイン。ありがとうございます。